どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロやっていきたいと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、このウクレレでですね、世界中にある名曲たちのあの主旋律の歌のメロディーを弾くというか、ウクレレに歌わせるというか、歌ってもらうというか、歌うというか、そんなあのこのシリーズなんでございましてですね、今日もモリモリやっていこうと思うんですけど、今日はですね、ちょっとこのルンルン気分高めたい時にはもうこの曲最高です。この曲です。ドン、オーシャンゼリゼ。このオーシャンゼリゼのメロディーをウクレレで弾いていきましょう。はい。いつもの流れの紹介する前に、ただいま、ガズレレ G ラボのウクレレたち、この G ボックスを含むこのエレキウクレレとか、このあらゆるウクレレたち、販売予約受付期間真っ最中でございます。12月なんで、2023年最後のね、この期間ということなんですけど、今年1年のご愛顧とクリスマスプレゼントということで、ウクレレをふきふきするクロスをプレゼントしております。今回のご予約とご注文に関してはですね、はい、この辺のこと概要欄に受けとくんで、ぜひラインナップチェックしていただいて、ガズレレ G ラボの最強最高のウクレレだし、ぜひゲットしていただければというふうに思います。さあ、いつもの流れをね、ご紹介したいと思うんですけど、まずですね、このタブ譜という楽譜を見ながら弾いていきます。これね、タブ譜の読み方概要欄に貼っておきます。これめちゃくちゃ簡単なんですよ。まずこれ一番上の線がこう 1,2,3,4 ってあるんですけど、1弦2弦3弦4弦です、上からね。で、この数字はですね、これフレットの数なんですね。で、これ一番上に7、17って書いてあるじゃないですか。これね、1弦の7フレット、10フレット、7フレット弾けということなんですね。やってみると、7、10、7です。はい。これどうなるかというと、ダダダ、ダダダ、ダダダ、ダンダダンダダンダンダダンダダンダ、こんな風なメロディー。こうやって、この弦とフレットの数字を見ながら弾くという、このね、タブ。これをじっくり見ながらやっていただくということで、この流れでやっていこうと思います。これもちろん見ただけですぐ弾けるっていう人はなかなかいなくて、もうずーっとね、繰り返しやって覚え込む。これが大事になると思いますからね。この後も何回も伝えてますけどね。で、これで皆さん練習していただいた後に、ガズがですね、伴奏を、皆様がこのメロディーを弾けるようにする伴奏を取って提供します。これマイナスワンと言いますけど、マイナスワンは、本日はこの G ラボをね、ブラックビューティーウクレレをこの G ボックスに通して、このアコースティックサウンドとこのエレキウクレレアンプ G ボックスのこのね、サウンドのめちゃくちゃいいで聴いてもらいたいんですね。はい、なんでそんな流れでやっていこうと思います。だからタブ譜を見て練習して、その後ガズが伴奏するからそこに合わせて、このトライしてみようみたいな、そんな感じの仕立てになっております。で、このガズレレなんですけど、今日はね、ガズメロというね、シリーズでやってるんですけれども、本来ですと弾き語りでウクレレで弾いて歌おうぜ、もうみんなすぐできるからね、楽しいよということで、簡単初心者ウクレレレッスンをやっております。やってみたいなと思った方、まずそこから始めてみてください。概要欄にウクレレ始められる、URL 貼っとくんで、楽しいですよ。すぐできるからね。で、もちろんですけど、その弾き語りの方のこのオーシャンゼリゼも、絶対にやってくださいね。これめちゃくちゃ面白いですから。はい。歌って弾くのももちろん最高。で、こういうメロディーを言って、アンサンブルでね、誰かと一緒にメンバー、家族とか、いろんなチームでね、弾いて、歌ったり、メロディー弾いたり、こういうのが楽しい音楽のあり方だというふうに思います。で、ガズメロではね、もう結構曲数も増えてるんで、他の曲にもいっぱいトライしてください。クリスマスソングもいっぱい取り上げてます。概要欄に貼っときますね。さあ、それではまず最初はガズによるデモ演奏、やっていきますよ。しっかり、タブ譜を見ながら、ガズがどんな風に指を使ってるかっていうのを見てもらいたいんですけど、今回ね、この曲ちょっとね、フレーズ早いところがあるんで、前半はめちゃゆっくりやります。で、後半ちょっとね、ルンルン気分の早いやつでやるんですけど、早いのは結構練習しないと難しいと思うんで、まず前半スローで練習してもらって、後半こんな風に見てもらうといいかもしれません。それではガズによる、オーシャンゼリゼのガズメロ、デモ演奏やってみる。 1,2,3,4。
ました。いかがだったでしょうか。これね、最初の前半今聞いてもらったわけで遅いじゃないですか。まずね、遅いところでも結構フレーズが早いんですね。ちょっとやってみると、この最初、いきなり最初。ここの、2弦と1弦の、2弦の8、1弦の7。これ、878ってあるじゃないですか。今、矢印がついてるとここ。早いですよ。ガズさんは、親指と人差し指で、で、こんな感じでやってます。ちょっと最初からやってみると、右手見ててください。弦がまたぐんで、これ、2弦は親指、1弦は人差し指みたいにできるといいですね。はい。親指とこう、2つ、指が使えるようになるとかなりこれはいいんですけど、ちょっと難しかったら人差し指とか親指で1本で、っていう風にできるといいと思います。そして細かいところなんですけど、もしかして気づいた方いるかもしれないですけど、最初の歌い出しの、ダダダン、ダダダン、ダダダンってやってたんですけど、一回、オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼが終わった後は、ちょっと一個音が追加されてるんです。聞いてて。ダドゥダドゥ、ダドゥダドゥ、ダドゥダドゥ。違いはわかりますか？最初の歌い出しは、に対して、サビの後は、こんな感じで音が1個追加されてるんですよ。ここはちょっとね、こだわりポイントで、この、最後の方ができるようになったらもうかなりレベル高いです。難しかったら、最初の方でいいですよ。まずファーストステップとして。そういうちょっと細かいところもたくさん登場するというところをちょっとご確認しておいてください。そしてまだ他にもね、説明したいフレーズちょっとあるんですけど、ちょっとその前に、今ね、こう映ってたこのテロップの、楽譜、タブ譜の楽譜をですね、こうノートに書いてるんですよ。ガズの楽譜。はい。手書きのこのやつをですね、ガズクラブで、ダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたオーシャンゼリゼのタブ譜とか、ガズメロでやってるいろんなタブ譜を含む、あとね、それにガズさんが普段やってる弾き語りの、もう1000曲以上軽くありますからね、の中から毎月5曲、デジタルデータで皆さんのお手元にダウンロードして、すぐ活用していただけるよというね、画期的なサービスなんですけど、ガズクラブはですね、その楽譜ダウンロード以外にも、毎月2回大セッション大会、みんなで盛り上がるやつがあったりとか、みんなの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイやる場所があったりとか、なかなか面白いクラブ活動になってます。よろしくお願いします。ちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのをやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円の、クラブ活動費を頂戴しまして、大学ですからちょっとレベル高いですよ。こっちは毎週2回のライブ配信による講義でございます。こっちはもうすごいからめちゃくちゃ濃厚です。16ビートとかカッティングとかできるぐらいの人が入ってくれるといいと思います。そしてこれガズラジといって、毎朝7時半からラジオ配信してますからね、めちゃくちゃいい話してます。ぜひ皆さん無料で聞けるんで、スタンド FM というアプリとか、ガズラジという別の YouTube チャンネルで聞いてみてください。この辺のこと概要欄に貼っとくんで、ぜひ興味ある方は見ていただければと思います。じゃあオーシャンゼリゼの楽譜をちょっとこと見ていきましょうと。はい、ここがデレ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 ってやつけど、デンデデンデデンデンデデンデデンデンデ、ちょっと隠れた難しいところでちょっと後でも解説しますけど、ここのね、5フレット5フレット、これ同じフレットで弦がまたぐのちょっと難しいんでね、あとここを解説しようと思うんですけど、ひとまずこうやって写しとくので、お時間ある方はこうやって書いてもらってもいいし、今、この楽譜をダウンロードしてもらうのもいいと思うんですけどね。まあ、さっきね、動画の中で写ってたやつと、まあ、一緒なんでですね、まあ、わかるとは思うんですけど、はい。こんな感じ。まあ、こうやって書くとたったこれだけの繰り返しなんですけどね。はい。まあ、一応こうやって写しておきます、ということです。はい。で、一応コード進行ね、こう書いておきました。伴奏のね。まあ、これもパッと、メモが来てる。これ弾き語り用のレッスンではこれやってますからね。はい。じゃあ、これをじゃあ見たということで、今のところちょっとやってみましょうか。歌のね、一番最初のね、ちょっと切り返しのところ、いきますよ。その後ね、ダンダダンダダンダンダン、ここ。2弦の5フレットから1弦の5フレットなんですけど、ガズの場合は左手こう指を倒してですね、ちょっと見てて。みたいにやってますけど、この時にこういう風に和音にならない方がいいですからね。こうならないようにちゃんと音がね、こう分断してる方がこういうね、メロディービギニアすごくいいと思いますから。他のところにもね、サビでもここも弦が飛ぶでしょ。これはね、これも粒が揃ってた方がいいです。これがいい感じ。ちょっとね、和音になっちゃうとね、
なんか、こういう風にコードっぽくならない方がね、結構かっこいいんじゃないかなと思うんですよ。まあでも最初はしょうがないね。最初はまず場所を覚えるのが優先だと思うんで、この辺がちょっと注意ポイントで、結構だから何回も言うように、この、てん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 とか、この、早いから、できればこの2本指使うとすごくいいと思うんですけど、まあいい練習になるかもしれない。まずは人差し指でトライしてみてもらってっていうところだと思うんですけど、とはいえ、メロディーとこのフレーズを覚えちゃうしか最初ないですからね。さっきも言ったけど、タブーっていうのは、パッと見て弾けるっていうもんじゃないんですよ。とにかく覚える。何回も何回も、もう繰り返しで、自分の中に落とし込んで染めていくっていうような感じが必要だと思います。だから今の演奏、ガズも全然楽譜見てないですから、もう覚えてるんですよ。はい。この辺も難しい。あ、そうだ。今言わせたけど、最後の、サビの後のその、でででんでででで、ここもかなり早いですからね、後半だと、こう。やってみたらわかります、この速さ。だこれは指一本じゃちょっと無理かも。ちょっとガチャガチャしちゃう。ちなみにこの親指と人差し指をここで使うのはチキンピッキングとか言ってですね、このカントリーミュージックですごいこうギタリストがね、これすごく弾く技なんですよ、これ。親指、人差し指。まあこれもね、ちょっと高等テクニックですけどね。まあそこまでではないにしろ、まあちょっといい練習にはなるかもしれない。人差し指と親指を使う練習にもしてみてください。ゆっくりやれば指一本でも大丈夫ですよね。はい。ってことです。あとはもう気づいたと思うんですけど、ビブラートとか、こう、スライドとか、ハンマリングオンっていう技も軽く使ってるんですよね。例えば、ハンマーみたいに叩く。ビブラートみたいな感じですね。こういうのはですね、この動画がすごい参考になります。これね、まずこういうね、表現力豊かな奏法もマスターしてほしいんだけど、まずは最初、場所とフレーズを覚えちゃうのが先決ですからね。その順番があります。フレーズを覚えた後に余裕が出てきたら、このスライドとかを入れてみる。例えばサビだと、ビブラートでしょ。この次、スライドとかね。その辺はちょっとこれでね、その後研究してください。まずはフレーズを覚えるの優先ですということです。さあさあ、そしたらですね、これでまあゆっくり練習してもらって、ガズさんの演奏に合わせてみんな弾いてみてください。マイナス1です。はい。マイナス1はさっきも言ったように、この G ラボのブラックビューモデル、ブラックビューティーモデルのウクレレに、この G ボックスのアンプつなげていきたいと思います。この G ボックスアンプめちゃくちゃおすすめです。ウクレレ専用アンプということで G ラボでリリースしてるアンプなんですけど、これなんとボーカルもここにさせるんですよ。で、コーラスとエフェクトも内蔵されてて、ちょっとこれひとまずこれの解説動画概要欄に貼っとくんですね。この動画ですけど、見てもらいたいんですけど、ちょっとひとまずじゃあ、このウクレレを接続してね、セッティングします。あ、ちなみにこの接続するケーブルもですね、G ラボからリリースされてますからね、ここにロゴも入っている。このケーブルもかなりね、選び抜かれた、すごいいいやつをね、作ってますね。これもぜひご注目ください。じゃあセッティングしていきます。はい、セッティングできました。じゃあどんな音なのか聞いてみましょうか。今はね、このコーラスを若干かけてるような感じですね。いい響きでしょ、これ。だから今の音の、エレキウクレレの音もいいし、このアコースティックの音もバランスよくすごく出るんです。はい、ぜひこれもね、おすすめいたします。さあ、それでは早速マイナス1やっていきましょう。今言ったように、前半ゆっくりめです。後半は、リズミカルな、ちょっと速いバージョンなんで、慣れてきたらちょっと後半、ちょっと、かなりで、初心者の人難しいかもしれないけど、まずは前半のリズム中心でいいと思うんですけど、はい、マイナス1。皆さん、ゆっくりじっくりトライしてみてください。やってみる !1、2、3、4。Thank you.
やってみました。いや、いかがだったでしょうか。やっぱり、ね、前半のゆっくりなところで何回も何回も練習してもらうのがいいと思うんですけど、慣れてきたらね、どんどん早くできるようになるとは思います。まあじっくり時間かけてですね、やっぱりこれってね、このガズメロみたいなやつで何回も言ってますけど、ひたすら覚えるしかないじゃないですか。逆に一回覚えちゃうとなかなか忘れないんですよ。そういう意味ではちょっとこうすぐささっと弾けるようになりますからね。あ、ちなみにね、今日はですね、これ4弦が出てこないフレーズなんで、老人じゃない皆さんも持って普通のウクレレでも普通にメロディー弾けますね。ちょっとこれでやってみると、はい、こんな感じで普通のウクレレでも十分楽しむことができますよ、ということで。いやー、このガズメロもですね、音楽歌う、弾き語り歌う、弾き語りももちろん中心に置いてほしいんですけど、例えば前奏としてこのメロディーをやるとか、で二人で弾くときに一人はコードを弾いてこのメロディーを弾いて一緒に歌っていくとか、そういうアンサンブルもね、結構楽しめると思います。いろいろ音楽の可能性を広げていってください。はい、概要欄にガズメロ他のね、メロディー弾きもちょっと挑戦してみてください。結構曲数ありますからね、よろしくお願いします。さあ、ご案内ですけど、はい、今も言ったように G ラボのアンプとかこのウクレレたち、はい、大好評販売予約受付期間中です。今回はフキフキする、ガズレレオリジナルクロスをプレゼントしますからね、このねガズレレ必須ボードが書いてあるやつ、ぜひご検討よろしくお願いします。そして本が出ます、12月22日こちらの本とピンク色の本もあるんですけど、ちょっと今ね2冊同時発売でございます。はい、これはですね、過去に出していたソングブック1と2がこの1冊に入って200曲入りです。もう一個ピンクの本があるんですけど、こっちは過去に出していた3と4が一冊に入った200曲入りで、それぞれ12月22日に発売。大きさは A5 サイズというコンパクトサイズです。持ち運びにも実家に置いとくとか、車に置いとくとか、連れ回すにも最高の本です。よろしくお願いします。最高ですよ。あと12月24日、クリスマスパーリーガズレレで開催します。YouTube のライブ配信だから誰でも参加できますよ。14時からです。スマホとか、パソコンとかのタブレットの前に、待っとってくださいよ。はい、よろしくお願いします。そんな感じでモリモリ音楽していこう。バイバーイ。